注意書きは、ユーザーに安全などのための注意すべき点や警告を、前もって喚起するための文章。マークやピクトグラムを併用している場合もある。なお、流通途中の段階においても、それらを促す、天地無用や、折り曲現金、取扱い注意、加圧禁止、落下現金、上積み現金、水受厳金といった禁止絡みの熟語も存在する。店内撮影を断りや、 二度付けお断りなど、運営者、経営者側が、客側に看板や貼り紙などで求めるものもある。使用上の注意や、推奨する保管方法などが、商品説明とともに記載されている。なお、商品説明部分は、基本的に、丁寧体であることが多いが、強い注意喚起部分は、そうなっていない。自主基準で表示を決めているジャンルの商品もある。 例えば、日本ではメーカー各社で形成される洗浄剤、漂白剤等安全対策協議会が考案した子供に注意、目に注意、必ず換気。1998年には混ぜるな危険の表示を開始した。日本ではスプレーなどの液化石油ガス使用製品には火器と高温に注意と赤白で目立たせて書いてある。高圧ガス保安法に基づく 義務表記であるという。それでも、人身事故が起きてしまった事例もある。子供のご使用、誤飲を避けるため、用児の手の届かないところに保管してください。などの文面が書かれているものも多い。ライターにおいては、事故多発を受け、チャイルドレジスタンスが義務化された。注意書きのうち、子供から遠ざける。子供に触れさせない。などの文言のみが赤字で書かれているものが多い。 アメリカでは、ワッキーオーニングレーベルコンテストが1997年から発表されている。ありがとうございます。